こちらは木村カエレさんのようにリスナーから私たち、そしてゲストの方に訴えたいことを募集紹介し、有罪か無罪を決めてあげる番組です。では5つ目大丈夫野菜生活飲んでたから、また野菜生活こぼす絶望ネーム謎連さんからいただきました。まず第2回放送以降、この番組をやらないラジオのスタッフを訴えます。そういえば、これ2回以降やってないでしたっけ。あ、そうなんだ。これ今日2回目。あ、2回目。そうなんだ。そう、10回くらいやってんのに、この番組。本当だ。でもまあしょうがないんですよ。まずですね、訴えるように来るハガキが少ないんだと思いますまずそこが原因です。うん、そうですね。あと、お前らが面白くねえんだよ、訴えるように送ってくるメールが。つまりそういうことだよ。わかったか。ちなみに訴えるように関してはですね、携帯版の方で採用されていることが多い気がしますね。そうですね。皆さんが本当に訴えたいことはちょっとあれなんですね。使えないんだね。そうですよね。面白い面白くないとかじゃなくて、言葉のあやでした。皆さんが本当に訴えたいことに関してはですね、危なすぎて本編では扱えないんですね。はい、失礼いたしました。有罪か無罪かはですね、決められません。はい、すいませんでした。続きまして、絶望ネーム緑美さんからいただきました、訴えるよ。はい。切符売り場で自分の番が来てから路線表で値段を調べるおばさんを訴えたいです。これ訴えたいね。これわかる。小林さんこぼしましたか。大丈夫ですまたもうやったの、ええ、どうだった。ああびっくりした。何あの分かってちょっと冷たかったんだ。そう、椅子にし、ね、素敵なあの白いシャツをお召しですから、それにね、ついちゃうとね、大変だからね、気をつけてね。足の間の男、ね、すいません、気をつけてください。申し訳ありません。ドキドキしちゃった。これどうですか、切符売り場で自分の番が来てから路線表で値段を調べるおばさん。訴えるべきですか、これは。これは訴えない。訴えない方がいい訴えない方がいいそうですね、穏便にね。穏便にね。まあ大体今あの僕あのスイカとかそういうのがあるんでね、切符は買わないんで、たまに忘れることがあって、切符、あの切符っていうかスイカをね、だからそうたまに買わなきゃいけないんだけども、そのたまに買う時に限っておばあちゃんとかおじさんが並んでて、その場で値段調べるんだよね。あ、ちょっとイラッとくるよね。あと自動改札ですっげえいっぱい並んでんのに、自分の番が来てから切符出すのね。あ、それはちょっとあれ、ね、事前に出しとけっつ、そうそう、ごめんなそういうタイプですか。割とそういうタイプですか。ああ、じゃあ訴えなくていいです。すいません、訴えなくていいか。無罪です。今なんか自分のこと、はい、じゃあ、あのじゃあ、あの次行きましょうかね。出しとこうね。はい、絶望ネーム平野麻也さんからいただきました。混ざっちゃった。訴えるわよ、お母さん銀行。まあね、お母さん銀行。これあれでしょ、お年玉とかのあれでしょ。そう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 、要はそんなにいっぱい一気に使っちゃったらあのダメだからっつって、お母さんが預かりますよって言って、貯金しといてあげる、貯金しといてあげるっつって。ですよね。で、大体帰ってこないっていうパターンが多いじゃないですか。多い、多いらしいですね。うん。そういうもんでしょ。帰ってきた？今、預けています。預けています。今現在。今現在自分のギャランティー的なことを預けてたりする。預けてます。あ、でもそれはいいよ。ちゃんとしてるんだもん。それはもうすごいビジネスですから ね。ただ俺子供の頃にっていうことですよ。そうそう。お年玉とかって大体返ってこない。でもね、それはしょうがないの。が多い。だって自分がさ、大人になってさ、あの自分のね子供とかにお年玉をあげる年になったとしよう。でもそうなると親戚中にあげなきゃいけないわけですよ。つまり、はい、お母さんは親戚中にばらまいたお金を回収してるんだ。回収してる。そうそう。要はそういうことです。ええー。お母さん的にはプラマイゼロになってるんで、それはもうしょうがないと思ってください。そうか。はい。どうしたゆうちゃん。ゆうちゃんどうしたの。どこ見てるの。思いついたの。大丈夫。今ちょっと不安だったりとかするの。大丈夫。一度かというか大丈夫。それかあの本当に今は私があのまだ入ってきたお金を下ろします。それで母に。渡すっていう。あ、 100% 預けてってますので、そういうことはないです。必要な分だけお母さんからもらうんだ。そうなんです。でもそれは大丈夫でしょうか。でも大丈夫だよ。そりゃ小林さんのお母さんだもん。うん、小林優を育てたお母さん。そうだよ。それは信用に値しますよ。大丈夫ですよ。安心してください。お母さんにこれを聞かせてもいいですか。聞かせて。
美輪さんと涼子さんの、うん、あのそのお話を。割と小林さんのお母さんは結構あれなんだよね、自分 の, きあの出てるものとか聞いていたりとかするんでしょ。そうなんです、ね、見て。でもパソコンはないんです。パソコンないの。じゃあどうやって聞かせようか。じゃあカンパゲをスタッフ用意して。すいません、必ず用意してくれ。よろしくお願いします、はい、お母さん、はい、今だよ今だよ今だよって何今だよって分かんないけど次行こうか。はい、行ってください。絶望ネーム帯に風車さんからいただきました。訴えるよ。以前新谷さんのホームページのお仕事履歴に絶望先生がなかったと指摘されましたが、はい、いいよ、どうぞ。今小林優さんのオフィシャルサイトを見たら、やはりお仕事履歴に絶望先生がありませんでした。皆さん、そんなに絶望先生のことを隠したいのでしょうか。久米田の代わりに訴えてやる。ごめんなさい、今久米田呼び捨てにしちゃったんですけど。いいんです、先生って書いて。いやいや、もういいんです、いいんです、久米田先生です、はい、もういいと思います。大丈夫です大丈夫です。多分久米田先生も聞いてるんですけども、いいんです、別に。すいません、先生、そんなものはいいですよ。はい、隠したければ隠せばいいんです。というかむしろ乗っけなくてもいいと思いますよ。8乗っけたよ。あ、乗っけたの。乗っけたよ。乗っけた。頑張ったよ。涼子さんもね、はい、違う、私はどうしたんだろう。あの、あそこに事務所の方がいらっしゃるので。あ、事務所の方、これどういうことですか。事務所の方、これどういうことですか。なんで乗っけてない。すいません、これいつ以来更新してない。そう、いつで止まってます。いつで止まってますよ、これ。すいません、あの、でもいつもこまめにしていただいて。ジャンプは乗ってますか。ジャンプのやつは乗ってる。乗ってるんです。杉田くんが主役のアニメは乗ってんのか。すいません、あの、でもいつもあのとっても、うん、あの更新は早いです。更新早い、早いのに、早いのに。さよなら絶望先生、木村カエレ役は載せないと。これどういうことですか。なんかのミスだと。今ホームページを確認している。じゃあちょっと待ちましょうか。すいません、なんか動いてる。かわいいあれ、うん、なんか今、うん、あのリスナーの皆様、私のホームページを今確認中です。ありがとう、ごめん、先生、そんなことないんです。あ、入りづらい、ちょっと画面が出づらいと。あ、じゃあ、あ、じゃあエンディングぐらいまでに確認して、あの皆さんにお知らせしますので、お、あの待っててくださいね。申し訳ありません。はい、一応ね、あの、うん、更新しさせていただきます。大事なお仕事です。そうですよね、はい、以上、訴えるよでした。